準備はできているか。あ、よし、行くか。次のニュースです。ルナ・フレーナ様が停戦協定についてのご自身の声明を発表されました。この度は停戦協定の締結が決まり、大変嬉しく思っています。そして皆さんご存知の通り、私は婚約のお話をいただきました。今後カンナギの務めをどう果たしていくのか心配する声が多くあると聞いていますが、結婚を境にカンナギの使命が変わることはありません。これまでと同じように私は皆さんの住む地を訪れ祈りを捧げていきます。ルナ・フレーナ様は結婚式のため近くテネブライを出発されるとのことで、式を終えられるまでの間カンナギの公式な訪問は一時的に中止されます。え、協定で？ああ、そこで決まったんだ。平和の象徴ってやつだな。半分政略的な結婚じゃん。だがルナ・フレーナ様も望まれてのことらしい。新郎も文句はねえんだろ。あ、なにそれ、テレ。はあ？マジだ。ガーディナ渡船場だな。泳ぎたくなるな。後ろなんかすげえ変な、え、山？あれは島だ。山とか島とかはいいから、リゾート地だよ。柔らかいベッドとマッサージ、あと料理だな。あそこは魚がうまいらしい。あー、楽しみだな。回復系のアイテム買わないとね。あ、意外と真面目じゃん。意外って何？意外って。あ、よし。やっと着いたな。船旅か、初めてだ。結婚式の生地か。ルナ・フレーナ様のドレスだって。おお、すげえな。こりゃお相手も気が引き締まんだろ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。またお待ちしております。そうか、どうしたの？新しいレシピを思いついたぞ。こりゃ楽しみだな。
ガーディナにようこそ。残念なお知らせです。はあ？船乗りに来たんでしょ？そうだけど。うん、出てないってさ。なんだあんた。待つの嫌なんだよね。帰ろうかって思って。停戦の影響かな。停戦記念にコインでも出たのか。え、マジで？出ねえよ、それ。お小遣い。は？おい、あんた何なんだ。見ての通りの一般人。ねえわ。船が出てないって本当かな。そんなはずはないと思うが。ま、行って確認してみようぜ。本当に綺麗ね。ああ、ずっと見ていたが。船、明日にはちゃんと出るのかしら。いい匂い。ようこそお越しくださいました。ご注文をお伺いします。で、何が聞きたいの？どちらを召し上がりますか？かしこまりました。いただきます。これなら再現できそうだな。悪さしてるのはこいつらね。お腹空かせて帰ってきてね。オルティシエノだ。じゃあ次の機会に。船、明日にはちゃんと出るのかしら。今日は船が出てないんですって。向こうの港で止められてるんだ。やはり運休か。ああ、船いないよ。なんで？